エドガル・オスバルド・バレート・カセレスは、パラグアイアスンシオン出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィルダー。元パラグアイ代表。ボールダッシュ能力に長け、攻守にアクセントをつけられる選手。パラグアイ代表ゴールキーパーのディエゴ・バレートは実刑。2002年にセロポルテーニョにてデビュー。コパリベルタドーレスも経験した。将来性を評価され、デビューから1年後には、 オランダの NEC に移籍。オランダで3年間レギュラーとしてプレーした後、2007年にイタリアのレッチーナと4年契約を結んだ。チームのセリエビー降格に伴い、移籍金450万ユーロでアタランタ BC へ移籍した。しかし怪我でほとんど試合に出ることができず、さらにクラブも降格を喫した。翌シーズンは2部で主力として、トップリーグ復帰に貢献し、 2011年8月31日、遺跡史上閉鎖直前にパレルモへ移籍することになった。2015年7月1日、US チュッタディパレルモに移籍2020年7月15日、NEC に復帰した。早くからパラグアイ代表に招集されている。2004年のアテネオリンピック代表として、同大会準優勝、銀メダル獲得を果たした。 A 代表としても2004年、2007年、2011年のコパアメリカ、2006年と2010年のワールドカップでプレーした。ありがとうございます。